出航する用意だ。加速だ。全速前進。攻撃始めろ。この遺跡はペルシア軍がもたらした惨状を思い出すにはちょうどいい。行け、ボブス。足で取る。
さあ。さあ、共に走ろう。絶対的な規則を骨の髄まで刻み込んで初めて奴隷は理解する。気をつけて行動しないと。
ありがとう。妙平さん、あんたに会えたのは運命だ。ありがとう。厄介だ。身を隠しておこう。
休ませるな。
行くぞ、ソラ。進め。気高き者よ。
に走ろう。よし、行こう。さあ行こう。行け。仲間でいた方がずっといい。よりによってあれが何か盗まれたのか。何か盗まれたかだと。見てみろ、盗賊がほとんど全部持っていきやがった。最悪なのは家宝の花瓶まで盗まれたことだ。あれは代々伝わってきたものだったのに。俺は母から受け継いだものを持ち歩いてる。家宝の価値はよく分かってる。命を持たない者が生きた感情を呼び起こすとは不思議なものだな。その花瓶の価値はいくらだ。あの花瓶のためなら大金を払ってもいい。かなりの額のドラクマをな。お前なら花瓶を見つけられるか。花瓶を見つけてやろう。だが
探す場所の情報が必要だな。倉庫の近くにいる私の奴隷と話してくれ。あの辺りの奴が何か知ってるかと思って話を聞きに行かせたんだ。花瓶を見つけたら戻ってくる。あんたの主人に言われてきた。花瓶については何か分かったか。ああ、だがそれを話す前にあんたに頼みたいことがあるんだ。俺はあんたの主人と契約を結んでる。だから敵じゃない。やってほしいことを言ってくれ。あんたは雑草の中のバラだ。どうしてほしいんだ。花瓶を取り返したらご主人様に伝えてほしい。盗賊に家を漁るよう指示したのは私だと。どうしてそんなことを。ご主人様は夏至が過ぎたら私に自由を下さるつもりだが、私は望んでない。この悪事に加担したことにすれば償いとしてこれからも奉仕できると思うんだ。馬鹿げてるが、一応考えておこう。さあ、盗賊のことを教えてくれ。この辺りの奴隷によれば、近隣の家を荒らし回ってるのはお日山の北の丘から来た盗賊だ。お日山の北の丘か。盗賊を探すのにもっと具体的な情報はないか。奴隷たちによればその辺りに銅山がある。私が盗賊だったらそこを根城にするよ。不思議に思うんだが、なぜ自由を喜べないんだ。ご主人様がいるから私の目的、責任、食料、そして住まいがある。これらは自力では手に入らないものだ。自由なら全て自力で手に入れられる。環境や能力は人それぞれなんだ。この生活こそが私が生き延びるための一番の方法だ。盗賊を探して主人の花瓶を取り戻してくる。それを返すときは私が言ったことを思い出してくれよ。盗賊はお日山の北の丘にいるはずだ。どうぞ。奴隷が正しければ花瓶はここだな。あった、ここが銅山だな。行け。
ありがとう。あなたの優しさはいつまでも忘れない。変だな。何も見つからない。一つで厄介なことになった。彼が俺に嘘をつかせたがるとは信じられない。花瓶は見つかったか。ああ。よかった。で、誰の仕業だったんだ。盗賊に家を漁らせ花瓶を盗むよう仕向けたのはあんたの奴隷だった。何？本当なのか。はい、ご主人様。もし償いをさせていただけるなら。償い？ふざけるな。盗賊をそそのかし主人のものを盗ませる奴に仕事などさせられるか。そんな、どうかここにいさせてください。冗談じゃない。出て行け。出ないとこの傭兵にお前を殺させるぞ。消えろ。人というのは分からないものだな。さあ、花瓶を取り戻してくれた報酬だ。ちょうどよかった。わし使い、スパルタ兵どもをこの戦場で始末してやらないか。わかった、やろう。それはよかった。スパルタ人を冥府送りにしてやろう。